運命のねじ曲がったこの世界は、僕たちの思惑とは違い、元通りにはならなかった。時の流れは何事もなかったかのように続き、邪神が残した様々な爪痕が残されたこの世界で、邪神の記憶とともに人々は生きている。はーい、安いよ安いよ。はーい、気軽に手に取って見ていってね。はあ、全然人が来ないし、失敗したな。おや、ロロじゃないか。何を売ってるんだい？ドルファの商品だよ。ドルファが潰れた後で破格の値段で買い取ったんだけど、全然売れないの。そりゃ今じゃドルファの悪名は万人の知るところだ。手をつけたがる人は少ないだろうさ。私が開発した品もあるだけに複雑な気持ちだけどね。ドルファも邪神もいなくなって、やっとまともに商売できると思ったのにな。計画狂っちゃったよ。ドルファが潰れた煽りで職にあぶれた人間も大勢いるからね。景気が良くなるまで気長にやるしかないんじゃないのかい？それ私が開発したやつだよ。理論上は刺身のまま保存できるはずだったけど、工場のミスで完全に煮魚になってる欠陥商品だ。まだ在庫があったんだね。懐かしいな。じゃあ不良品つかまされたってこと？ま、苦あれば楽ありさ。頑張りな。なんて野郎だ。追いはぎの俺を逆に身ぐるみハグなんて。慌ててはいかんな、ワコードよ。貴様の服は今掃除が洗濯中じゃ。いえ、もう洗濯は終わってアイロンがけしています。たったった相変わらず仕事が早いの。さあできました。これを着てください。おい、やめろ。俺はこんな綺麗な服。どうでしょう、ついでに少し長かった袖も仕立て直しておきました。なんだか心が洗われるようだ。俺はなんで追いはぎなんてやってたんだろう。うむ、そう思うならこれからは人々のために生きるがよかろう。衣服の乱れは心の乱れ。身だしなみにも気をつけるのじゃぞ。はい。さて、では次の場所に参ろうか。掃除、邪神は消えたとはいえまだまだ世は乱れておる。我らで世直しをせねばな。はい、ピピン。武道教習の担当官。ええ、私の所属する警備会社でちょうどその人材を探しておりましてね。アポローネスさんならうってつけでしょう。断る。我が剣は己自身のために磨き続けたもの。ちょっとお兄ちゃん、そんなこと言っていつまで働かずにブラブラしてるつもりなの？平和になったら剣の修行だけやってたって何の意味もないんだからね。いいお話なんだから引き受けて。アポローネスタジタジじゃん。よしなさい、ビビア。どうです、アポローネスさん、今ならかなり好条件で雇用できると思いますが。わかった、話を通してくれ。
いつも元気ですわね、あなたたちは。だけど、ちょっと待ってね。まずはご飯を先に作ってしまいますから。うん、いつもありがとうございます、ティアラさん。ドルファの支援のなくなったこの孤児院もあなたのおかげでどうにか立て直せました。礼には及びませんわ。これも私なりの食材なのですから。あなたの過去のことは存じております。しかし悔い改める気持ちがあるのなら、あなたはもはや罪人ではありません。いえ、一生かけて償うつもりですわ。この体に流れる血のことも含めて。エフォールちゃん、そろそろ起きないと遅れるわよ。さつ、あと5分じゃないでしょう。5分前もそう言ったわ。自分から学校に行ってみたいって言ったんじゃない。ほーら、起きるの。ほーら、起きて、顔を洗って、ご飯もうできてるから。暴殺、毎日授業があるのは普通のことなの。はい、これお着替えね。うん。邪神は消えた。しかし失われた過去は戻らない。死んだ人間もまた。残念だよ姉さん。もしかしたらこの世界で姉さんが生きているかもしれないと思っていたけれど、ただそれでも世界を救うために僕の力が少しでも役に立ったのなら、そのことで僕を許してくれるかい。